気がついたか、ブレンダ。ビラージュ。レインフォルスは部下を助けて引き上げたよ。そう。気がついたか、ブレンダ。大丈夫？心配かけたようだね。そりゃしましたよ。だってブレンダさん、人が変わったようになっちゃってん。あの人と何かあったの？あいつはあたいの。俺たちがいた村を襲った張本人なんだ。村を襲う？ああ、村人を皆殺しにした。仕上げに川をせき止めていた堤防を壊して洪水に見せかけてね。そんなに悪い人には見えなかったけどな。でも何の理由で村を襲ったのかしら。それはそろそろ教えてくれてもいいだろう。ミラージュ、あんたは何者なんだ。もう黙っていられないわね。そろそろ本当のことを言ってもいいんじゃない。仕方ないな。これから話すことが全て事実だ。君たちが想像もしないようなね。遥か昔、この地には赤と青の月があった。赤い月をクリムゾン、青い月をペイリアという。クリムゾには高度な魔法文明を築いたクリムゾニアという民が住んでいた。クリムゾニアの中でも身分の低い労働階級は地上に降ろされ、この地に住んでいた人類ともどもクリムゾニア上流階級の支配を受けていた。さらにクリムゾニアの高度な魔導技術は混沌の神カオスとの契約さえも可能にし、呼び出した魔族まで労働力として使っていた。数百年という長い寿命を持つ彼らの栄華は永遠のものと思われた。だがその栄華はある時終わりを迎える。地上の労働階級者たちが混乱を起こしたのだ。空を埋め尽くす空中戦艦、地上にはひしめく魔導巨兵、高い魔導技術を使いこの世界全てを巻き込んだ激しい戦いはとても言葉で表せるほどのレベルではなかった。その戦いの果てにクリムゾは本来の軌道を外れ、200年という超楕円軌道を描く衛星となったのだ。そんな激しい対戦があったなんて。まさかヴィラージュが貸してくれた飛空艇はその頃の遺産だったのか。そういうことだ。そろそろ分かってきたと思うが、俺とブレンダはクリムゾニア労働階級の生き残りの資産だ。その労働階級の生き残りをクリムゾランダーって呼ぶんだけど、アタイらのいたレクリオ村はクリムゾランダーと
この地に住んでいた地上人とが共存していた村だったんだ。それじゃあそのレクリオ村を襲撃したレインフォルスは、赤ピツキ、クリムゾからやってきた支配階級。奴は200年前のクリムゾ接近の際に地上に降りてきた。そしてもうじき最接近するクリムゾに時期を合わせて再びこの地上に派遣を得ようと画策している。人間との共存を望む我々クリムゾランダーと違って、彼らクリムゾニアはこの地上の支配を諦めていないからな。アタイラはそれを妨害するために連中と戦っているんだ。それじゃあレインフォルスが勝っちゃったら、奴は東方の村を平気で全滅させるような奴だ。それにあのクリムゾにはまだ多くの兵器が残っているだろう。それを繰り出されたら俺たちには一片の勝機もないな。この世界の平和を守るには奴を止めなければならないってことか。奴は今三国同盟を作り連邦に対して戦争を仕掛けている。ピザロフの反乱で混乱した今なら難なく勝利できるだろうな。その三国同盟とは何なの？ああそうか、君たちはエルサリアに行っていたからわからないのか。三国同盟とはロシュフォール地方領主レインフォルス、サザーランド地方領主ランベルト、そしてレイノルズ地方領主アルビンスが作った反連邦同盟だ。表向きはビザロフに奪われた領地を取り戻すということらしいが。レイノルズ地方でまさか兄上はレインフォルスの真の目的を知らずに。多分利用されているんだろうね。皆さん今度は僕に力を貸してください。兄を止めないと。そうだな、三国同盟を止めることはレインフォルスの野望をくじくことにもつながる。だったら目的は一緒だ。アルフレッドの兄を止めに行こう。ブレンダは彼らと言ってくれ。あとラングリッサーは彼らに持っていてもらおうと思う。ヴィラージュ、俺たちが持っていていいのか？ああ、その剣の元となった覇者の剣は我々クリムゾランダーが過去の対戦の際に作り上げたものだった。あいにくと未完成だったがね。しかし今はダングリッサーとなり光の末裔と呼ばれる者が握ることで新たな力を発揮することができる。我々より君たちが持つべきだ。それでヴィラージュはどうするんだ？真の覇者の剣を探す。真の覇者の剣？ラングリッサーの元となった覇者の剣が本物ではないのなら、本物はまさか。本物の覇者の剣はラングリッサーと相対する魔剣となっている。アルハザード、そういうことだ。そして真の覇者の剣の持つ力はあの大戦を再びこの地に呼ぶことになりかねない。それでレインフォルスたちも探しているのか？
魔族のガイエルというやつが持っているんだったな。そっちは俺たちが調べよう。何かあれば連絡する。それより君たちは三国同盟の方を頼む。よし、まずはアルフレッドの兄を説得して三国同盟の機能を止めることだな。おとなしく道を開けろ。私たちは急ぎサザーランドへ向かわねばならぬのだ。こっちだって仕事があるんだ。誰もここを通すなとな。どうするダンフォート。通さぬと言われておとなしく引き下がるわけにはいかぬからな。突破しかないか。おっと、変な真似はしない方がいいぞ。もしこのトンネルを守れぬ時にはトンネル自体を崩してしまえとの命令だ。この山の中腹に向こう側へ抜けるトンネルがあるんです。こう通ればすぐにレイノルズです。あたいもあっちこっち歩いたけど、こんなところにトンネルがあるなんて初めて知ったよ。まあこんな険しい山を通ろうとする人はあまりいないでしょうからね。アルフレッドがいてくれてよかったわね。迂回するとなったらかなり遠回りになりそうよ。みんな待ってくれ。上の方が騒がしいな。あ、あれは。隊長、
も怪しい連中が。なんだと。やつらは。ああ、あの加工室にいたやらしいやつだ。三国同盟に雇われた。間違いない。やっぱり奴らだ。奴らだけは絶対に通してやるものか。おい、トンネルの破壊準備をするぞ。今からですか？そうだ。ゼロ様からもらった爆薬ってやつを使うんだ。あれを全部使えばトンネルが使えなくなるって話だ。お前たちは俺様が準備をするまで連中の足止めをしろ。わかりました。できるだけ急いでください。任せろ。やつら、あの変な装置を使ってトンネルを破壊するつもりらしいぞ。でも、本当にそんなことができるの？そうか、あんたら爆薬って知らないんだね。それもクリムゾニアの古代魔法？いや、魔法とは違うんだ。簡単に言えば、火をつけると爆発する粉末さ。レインフォルスがゴルドリーに渡したものだろうな。おそらくね。爆薬があればあんなトンネルなんか一瞬で崩すことができちまう。早くヤツを止めた方がいいね。どちら側から攻めますか？西側は通路を開いた遠回りだな。東側は通路を続く敵も多いが最短ルートだ。部隊を守るか、固まって進むか。あんたならうまくやれるさ。頼んだよ。どうするランフォード、やつのトンネルを破壊するつもりだ。絶対にそんなことはさせぬ。戦うぞ、ランディウス。わかった。やっ！やっ！確か取り扱いには十分注意しろと言っていたな。お
俺はこんな細かい作業が苦手なんだが。兄が三国同盟に加担しているので、なんとかやめさせようと。目的は同じようだな。今はこの状況をなんとかしないと。そうですね。俺様の恐ろしさを思い知らせてくれる。Thank you.
Yeah.
Walk, 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 walk
邪魔だ。
だけだぞ。観念しろ。くそ。たとえ俺様だけになろうと、トンネルは破壊してやる。トンネルも無事だったし、これで先へ進めますね。大丈夫でしたか、ランフォードさん。君たちのおかげで助かったよ。ランフォード、彼ら。ああ、彼はアルフレッド、父の親友のご子息だ。はじめまして、アルフレッドです。ランディウスだ、よろしく。今はカコンシス王国の大使をしている。カコンシス王国のランディウスさん、ひょっとして兄さんの言ってた兄さん。そういえばあんたの兄さん、カコンシスで戦っていたって言ってたね。マクレーンさんという人ですが、ご存知ですか。知っているも何も、彼は私たちと共に戦った仲間だ。マクレーンの妹。そうか、君がマリーか。無事で何よりだ。もうマクレーンには会ったのかい。はい、今はエルサリア大陸にいますが。エルサリア。ああ、ジェシカさんを追ったのか。何にしても肉親が無事だったのだ。彼も嬉しかろう。
躍進といえばアルフレッドやあなたも。そうです、ランフォードさん、あなたにお話ししなければならないことがあるんです。どうしたんだアルフレッド。よく聞いてください。今連邦を混乱させている三国同盟には裏で糸を引く者が存在するのです。裏？この戦いはただの内乱ではない。いやですが、いや、全世界に関わる一大事だ。詳しく話してくれ。赤き月クリムゾとレインフォルスか。俺たちは奴の野望を阻み、この世界を守りたい。それなら彼女やアルフレッドに協力している。本当はあたいらクリムゾランダーが何とかしなきゃいけないんだろうけど、痩せ我慢はしていられなくってね。わかった。すまないランディウス、これから私はこの者たちと行動を共にする。クリムゾニアの野望に父が利用されているとあっては黙って見てはいられない。ランフォードならそう言うと思ったよ。分かった、くれぐれも気をつけてくれ。俺は一度カコンシスに戻って提督に現状を報告してくれ。それとエミリーには。分かっているさ、姉さんには俺の方から何とか連絡を取ってみる。すまない、頼むぞ。それじゃあ気をつけて。話はまとまったようだな。急ぎましょう。それで最初はどっちから。私の寮よりアルフレッドの寮の方が近いな。それじゃあアルフレッドの方からね。